よし、こんにちは。ではでは、キャッチフレーズをやっていこうと思います。いきます。福井県といえばカニ、恐竜、はい、ヒユカーン。はい、ということで今回はですね、今回の配信はですね、漢字を頑張っちゃう配信です。まあ、どういうことかと言いますと、私は今夏休み真っ只中でして、なんと宿題に漢字がございましてですね、それを今日はやっていくということでございます。はい、頑張ります。ちょっと漢字はね、なかなか難しいんですよね。はい、なので早速やっていこうと思います。今日どうしよう、次から化粧しようかな、迷ってます。どうしようかな。どうですか、やっぱした方が可愛いよね。昨日髪を巻いてメイクバチバチにしたらめっちゃなんかね褒められたので、どうしようしようかなとは思ってます。思ってるんだけど、今日ねいろいろすることがあって、多分ねしてる時間がなかなか、いやあるか、別にあるか、頑張れば全然できるんですけど、はい、でもあれなんですよ、うん、そう、まず、いや、いけるかも、いけるわ、全然いけるわ。じゃあ次の配信の時には化粧してようかな。まあ悩みますけど、あります、ね、多分。私はシャーペン、今日は無印のやつ使ってます。低重心シャーペン 0.3 です。私は 0.3 しか使いません。でも 0.3 だとやっぱ細くて筆圧が弱いから薄くなっちゃうので、あの芯の濃さは B です。 B。 はい、でもなんかよく言われる 0.5 の人たちからは、いやいや折れるってって言われるし、字も薄いってめっちゃ言われますけど、やっぱり一番書きやすいし細さもちょうどいい感じがしますね。私はね。サッタンさん、ハートありがとうございます。ポカポカさん、クマありがとうございます。あれ、テロップ、あれテロップ消えた、ちょっと待って、ショック。よし、さよなら毛利さんで見つけました。めっちゃ面白かった。見つかった、嬉しい、ありがとうございます。やった。そう、やっぱりさよなら毛利さん出てから気になりましたっていう初見さんの方とか多くって、とっても私は嬉しい限りです。ありがとうございます。皆さん、私はねノート最後まで使うっちゃ使うんだけど、字は全然もう最後の方はむちゃくちゃですね。最初はねやっぱりなんか綺麗に使いたくなるよね。え、何なんだろうねあの現象、最初はやっぱり綺麗にしたいよね。でも結局はもう時間ないから綺麗に書いてる。そう、結局はしなくなっちゃいますけどみたいな。小池屋さん、ハートありがとうございます。そう、ジャージ似合う、嬉しい、ありがとうございます。さっきまで
ダンスやってました。はい、静かだ。なんか今日髪の毛茶色く見えない、なんでだろう。なんか茶色、茶色、え、茶色、なんか今日髪の毛茶色く見える、なんで、外が茶色いからかな、茶色。え、書いてる音聞こえてます？染めてないよ。嘘。ね、でも最近確かに茶色く見えるよね。なんだろう、日中やっぱりカーテン、私なんか茶色なんですよ。だからかな、なんか日が入ってきてみたいな。ね、茶髪だよね。茶髪か。髪の毛は染めてないですよ、皆さん安心してください。でも染めてみたいけどね、髪の毛とか。高校卒業したら染めたいな。でも最初はインナーカラーとかがいいかな。やっぱりブリーチとかちょっと痛そう、全体は。だから最初はそうだね、最初はインナーだけ入れたいですね。ね、染めたのか疑われてる。いや、マジで染めたように見えますよね。ね、見える見える。でもこうやって鏡、ここの目の前に鏡があるんですけど、そこと全然色が違う、配信と。多分ね、光とか消したらね。あー、やっぱ、いや、これカーテンだわ。だってほら、鏡めっちゃ黒いんですよ。見せたいぐらい。うん。やっぱカーテンとか光の当たり方かな。はい。はい。ふふふふふ。そうそうそう、髪の毛ね、確かに言われるかも、細いかも。ちょっと私ね、もともと髪の毛めっちゃくるくるだったんですよ、天然ボワーってなってて。そう、でもスタパしたからかも、茶色いのは。
そうストッパーしてるんですよ。だからかな、だからかも。そうだから髪の毛まっすぐなんですよ。昔はクリンクリンでしたね。こんにちは皆さん。そうだからかな、だからじゃない、多分だからだ。でもこんな茶色くなる、いやこんな茶色くはないね。いや光のせい、光のせい。そうストッパーしてるんですよ。もともとめちゃめちゃ天然、もうギュワンギュワンです。え言ったことあると思うんだけど、あのストッパー嘘、初めて言ったっけ。多分言ったことあった気がするんだけど、初めてだった。そう私もともとド天然ですよ。うん、だからかな。テンパの写真かあるかな、ちょっと待って。あないわないわ、あ、あるか、あるか、いや、ない、ない、ないだ多分。いや、ない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 。そうでもめちゃめちゃね、テンパでした。うにょうにょ。だから、いつもパーマしてるのってよく言われて、いや、してないですって言ってましたね。そう、それぐらいうにょうにょしてました。ひゆっぱさん、だるまありがとうございます。そう、うにょうにょだったんですよ。あー、アイロンしたから、昨日くるくるしたからかな。でもこことか別にかけてないんだけどな。いやこれ光の当たりようですよ。はい、こういうのあるよね、漫画のキャラクターとかでさ、こういうのいるよね、髪の毛がこんなんなってるやつ面白い。ミカさん、だるまありがとうございます。ストッパー不定期ですね。取れたらというか、まあ癖がついたらなーって。そう昔こんな感じ、今お団子外したからなってるけど、昔ほんと何もしなくてもこんな感じでした。そうはい、そうなんです。お昼ご飯食べましたよ。お昼ご飯は何だったと思いますか。でも普通です。今日は皆さんも食べたんじゃないですかって感じのやつです。さあ何だと思いますか。おおおおお、ピンポンピンポンピンポン。正解はうどんでした。そう今日は冷たいうどんを食べました。美味しかったです。うどん私好きですね。麺類、そば、うどん、ラーメン全部好きなんですけど、そう今日はうどんでした。でも麺類の中で一番何が好きって聞かれたらラーメンが好きです。お、一緒だって。ほらやっぱり一緒。
サッターさん、だるまありがとうございます。そうだから今日はうどん、冷やしうどんでした。うん、でもそばも大好き。そう、福井はね、越前そばが有名なんですけど、おろしそばそうが有名なんですけど、それも大好きです。でも麺類の中で何が一番好きって言われたら、ラーメンが一番好きです。ラーメンはもう美味しすぎる。あれほど美味しいものはない。それは言い過ぎたけど、本当に美味しい。いいな、今ラーメン作って今から食べるとこだって。いいな、何ラーメンだろう。私は味噌バターが一番好きです、多分。でも醤油も好き、塩も好き、選べない。だからラーメンは本当に美味しいよね。いつ食べても美味しいし、そう、大好き。うわ、ラーメン食べたくなってきた。お腹すいた。そう、宿題してるよ。偉いでしょ、漢字してるよ。あー、なんかサービスエリアとかにあるじゃないですか、ラーメンとか。食べたくなってきた、そういうラーメンを。うわー、なんかああいうところで食べるラーメンってなんか特別感あって好きなんですよ。そうなんです。こうやって頼んだらピピピピってなって、あ、取りに行かなきゃってなる、あれが好きです。懐かしい。もう何年も食べてないですね、サービスエリアのラーメンとか。全然食べてないですよね。そう、そうそう。お、頑張ろうね、一緒にね。サービスエリアのなぜかなんかめっちゃ美味しそうに見えません？私だけ？そう、見えるの、なんかふわってなる。そうなるよね。タラリンさん、ハートありがとうございます。そう、わかります。よかった、嬉しい。そうなのよ。こちら、そう、わかる。なんかさ、やっぱ特別感あるっていうか、そういうところなんか食べたくなっちゃいますよね。うん、わかる。私も限定とか弱い。うわ、あれ食べたい。あのメロンパンにアイスクリームが入ってるやつ知りませんかね。なんかあったんですよ、どっかに、どっかの多分サービスエリアに。食べたい、あれ。うわ、食べた。なんであの時食べなかったんだろう。なんか一回それを見かけて、でなんかお父さんに買うかって言われたのに、なんかその時全然なんか食べれない人で、ご飯とかだから、そういうの見るとうってなる人だったから、いらないって言って食べなかったんですけど、今思えばめっちゃ食べたいんですけど。知ってるかな。そう、あるんですよ、メロンパンにアイスが入ってるやつ。あるのかな、まだ。なくなってたらどうしよう、あれ大好きなのに。そう、大好き、あれ美味しくて。そう、でもあの時はそう食べなかった。食べればよかった、めっちゃ後悔してます。なんかね、いろんな、なんかテレビとかにも紹介されてるみたいな貼り紙とかしてあって、すごいと思ったんですよ。ヒルナンデスとかに、なんか、紹介されましたみたいな貼り紙してあって、すごいと思ったんですよ。嘘、皆さん知らないですか？あれ？私のとこだけかな？どこのサービスエリアで見たっけな？どっかです。どっか。なんか、うん、見かけて、食べたいと思ったけど、
せませんでしたね。ショックです、はい、待って、感情多すぎない？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 あと13ページ多すぎない？キャー、頑張ります。皆さんは宿題とか先にするタイプでしたか？それとも後に回すタイプですか？私はいつもだったら後に回すタイプだったんですけれども、今月はまあ東京に旅立つということでですね、はい、なのでちょっと早めに終わらせようと思ってやっております。はい、あ、後に回すタイプが多いみたいで、でも私もいつもはそうですよ。いつもは後に回すというかギリギリでやべってなるタイプですけど、まあ、今回はもう一味違うよと、 JK になった私は一味違うよってことでね、先にもうパパッと終わらせてしまってますが、はい、うん、でも福井のいろいろ観光名所とかも回りたいなと思ってて、そう、本当福井はね自然豊かで本当大好きなんです。私自然大好きなんです。本当になんで、多分ね私人混みが苦手で、満員電車とか乗ってられない人なんですよ。もううってなっちゃうんですよ。だから人がいないところっていうか、まあもう自然が好きなんですよ。静かで涼しいところが好きで、だから福井本当に大好きなんですよ。そういうスポットとかめっちゃ多くって、そう、ちょっとまた回りたいです福井。そう、いろいろね行きたいところとか考えてるんですけど、なかなか行く時がないですよね。行きたいですね本当に。なのでね、また行ったら写真とかいろいろ撮って皆さんに紹介できるようにしたいです。皆さんがね、福井に来た時に、あ、ひゆかちゃんここ行ってたから行ってみようかなみたいな。はい、え、ひゆちゃんも福井も好きになりました、だって嬉しい、やった、好きになってくださいぜひとも。そう、本当にね福井は素敵なところなんです。なのでぜひ福井に来たら、ぜひ私が行ってたところとかおすすめしてたところ来てほしいし行ってほしいなと思います。はい、そう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 、ソースカツ丼食べてみてください。ぜひソースカツ丼美味しいですよ。やばいですよ。これはやばいですよ。やばいです。やばいので、ぜひ心構えをしてから食べてくださいね。本当に美味しいので。はい。あ、間違えた。よし。永平寺福井です。永平寺はね、私も最近行ってないのでちょっと行きたいですね。また永平寺お寺福井ですね。そう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 、いいですね、そういうところも好きです。福井もう本当に好きですね。好きです、好き、好きです。そう、え、5分前？ちょっと待って、ほんとだ、こんなノロ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 喋ってたら、え、5分前になっちゃった、早い。じゃあちょっと3分前、じゃあ2分前になったら教えてください。はい、
そうか、早いな、福井のこととか感じをしてるよってこととか、サービスエリアのラーメンは美味しいよって話をしてたらもうこんな時間に。まだ体感5分しか喋ってない感じするんですけど、もうそんなもんなんですか。そうだから本当に福井大好きなんですよ。皆さんちょっと広めてください、ひゆかちゃんは福井が好き、大好きらしいってぜひとも言ってください。たくさん本当に大好きなんですよ福井。本当にね、たまらんですよ、たまらん。ね、あっという間だね、早い。うん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 、うん、ふんふんふん、勝山、スキージャム勝山、最高最高最高。私も行きましたね。冬は行けなかったんですよ多分ね。どっか行ってて、冬はそうスキーしたかったのにできなくって、結局そう行けなかったけど、夏に行って去年。そうでも楽しかった。夏でもそり滑りしましたそり滑りしたり、あと何したかな、バーベキューもしたし、いろいろ楽しみましたよ松山まで。うんね、福井でコンサートできたらいいよね。本当にそう、本当にそうです、本当にそう。私もしたいですね、サンドームで。結構サンドームは人が入るので、ぜひともお願いします。そうそうそう、でも結構ね危険なんですよ、結構斜面が急だったりして。そうやっぱりスノボとかできるようだから結構急ですね。あとだから登るのが大変。うん、あ、ということで2分前ということでランキングを読んでいこうと思います。ではいきます。13位サブちゃんさん、アットマーク希望愛幸せ、そしてひゆか、ありがとうございます、また見てください。12位かきくけこさん、ありがとうございます、また見てください。11位塩子 G さん、ありがとうございます、また見てください。10位ネッタボさん、ありがとうございます、また見てください。9位よしくんさん、お、ランキングが変わったと思う。もう一回いきましょうか。13位サブちゃんさん、アットマーク希望愛幸せ、そしてひゆか、ありがとうございます、また見てください。12位かきくけこさん、ありがとうございます、また見てください。11位塩子おじいさん、ありがとうございます、また見てください。10位ネッタボさん、ありがとうございます、また見てください。9位よしくんさん、ありがとうございます、また見てください。8位まぼろしさん、ありがとうございます、また見てください。7位はくとばさん、星降る満天ぬんどく満開種、これ読めない、いつもすいません、ありがとうございます、また見てください。6位ホッシーさん、熊本人ミカの親友です、ありがとうございます、また見てください。5位サッターさん、ありがとうございます、また見てください。4位無料さん、アットマークトンセタイ13、ありがとうございます、また見てください。3位ミカさん、ひゆかちゃんが天使で癒される、ありがとうございます、また見てください。2位 GS さん、ありがとうございます、また見てください。そして1位はポカポカさん、ありがとうございます、また見てください。はい、という感じで、お、ちょうどジャスト1時になりました。ではでは今日はこの辺で、次は2時半から14時半から配信をいたします。皆さんぜひ来てくださったら嬉しいです。ではでは、またお会いしましょう。じゃあね。